はい、ミンツク日記を代行で見るサービス。サービス。ミンツク日記を見る代行サービスです。どこでそこでつぼると思ってなかったわ。なんかコメントでなんか俺と弟子がつぼって動画の進行が止まるのも好きですっていうコメントもあったで。本当に。それどちらかというと弟子でしょ。まあ弟子が多いんだけどな。いやだから弟子が止まるから俺も止まらざるを得ないっていうその状況が好きなんじゃない？一つは師匠にも原因あるんですよ。原因あるんだ。だから俺が面白いこと言うから悪いんやろ。そうなんだけど一回で終わってくれればいいのに、もう師匠がほらもう何回も言うじゃないですか。ああ待って一回つぼったらな。そう。で片やこんなやり取りいらんやり取りが嫌いという人もいるからな。まあそんな嫌いな人は見んでいいんで。この弟子がツボってとかこういうねやり取りが好きな人だけ見てください。ほんまに見んでいいから、ほんまに見んでいいからね。あのなんかさ、こいこいやつのやつがさ言ってたことでさ、うん、なんかさ、まあ、それこいこいやつだからいわゆるテコテコこいテコこいこいテコこいこいテコがさ言ってなんか X でもう誰もう誰やったかも忘れたけどさ言ってたのがさ、だから、うん、八角部屋が嫌いなアンチ八角部屋のテコが言ってたんやけどさ、うんうん、メンバーシップもう一層のことメンバーシップ専用にしてくれとか、ね、だったら見なくて済むとか言ってんのバカかお前とか言って、はぁお前がお前が見えへんかったらいいだけやないって。そうしたらやつ、うん、お前なんか無理やり見させられてんのかお前、なんか恐怖新聞みたいに無理やり見させられてんのかお前は。恐怖新聞知らんと思うけどでしょ。わかんない。それ恐怖新聞って怖い漫画があって、角田二郎さん。なんか恐怖新聞って恐怖の新聞があるんだけど、うん、もう今日は見ないぞって言って、もう無理やり見せさせられんねん。恐怖新聞の呪いの力で。もう見ないぞって言って目つぶってんだけど、無理やり目をこじ開けさせられて、その恐怖新聞の記事を見せられんねん。うん、そんなんか、うちの。動画はお前が勝手に見とるだけやろかっていう、そういうバカなこと言うやつもいるんですけども、そんな人はね、うん、もう見ないでください。マジで、ね、本当ですよ。ほんま知るかそんなもん、知るかそんなもん。うちそんな恐怖新聞じゃない。まあ恐怖新聞じゃないよね。っていう感じで、もうそう、また余談になってしまったけどさ、何やったか忘れた。あ、ミンツク日記代行サービスか。ミンツク日記見る代行サービスの話や。はい、で見たんですけど、弟子と一緒に見たんですけど、はいはい、なんかさ、炊飯器で犬のご飯作ってたよね、うん、鶏肉とキャベツとじゃがいもと人参か、それ丸々最終的に丸々茹でて、まあなんか切ってたのかなんか言って、結局は最後は細切れになってたけどね。で犬食べてたけどな、美味しそうに。あれ見てどう思いましたか、弟子は。ミンツク日記ですよね。うん、ワンちゃんにご飯あげるのはいいと思うんですけど、うん、ミンツク日記前から言われてるな。これはミンツク日記なのか問題な。うん、俺も思った。いや、かわいいと思いますよ、ワンちゃん。かわいいと思うけど。かわいいと思うんですけど、うん、でそれを悪いとは言わないんです、うん、そうそうそう、あの疑問。そのこれいいんやけど、これは大津彩香日記にしたら問題な。うん、ミンツク日記ではないよねこれはって、うん、鍵を部屋の中に置いて出てしまったのでオートロックで入れませんとかもさ、うん、大津彩香日記でいいよねと思うよね。ほんならなんならさ、ミンツク日記はもうさ長い動画にして月週1ぐらいで やればいいのにな、うん、毎日のやつは大津彩香日記でいいやんな、うん、こっちもさ大津彩香日記やったらまあ何やってもいいからさ、あんまりツッコミどころないねんけどさ、うん、それをミンツク日記って言っちゃうもんないから、なあ、うん、ミンツク党としての党首としての政治活動をやってんのかな思ったら、炊飯器で犬のご飯を作るで、俺ようわからへんけどあんな野菜たっぷりでいいのかなと思ってね。犬のご飯が、弟子もワンちゃんのご飯はわからない。なんか猫はうちよう飼って、歴代6匹か7匹ぐらい飼ったことあるんだけど、うんうん、猫にはあんなご飯作らへんからな、うん、ようわからへんねんけどさ、あれでいいのかどうかもわからへんけどさ、一つもう一つ気になったことない、弟子。何、ああ俺が気になったこと、はい、で前にさ、うん、大津さんそのパソコン、うん、あれなんか MacBook なんかな、うん、MacBook なんか知らんけど Mac のノートパソコンでさ、
そのなんか手を置くとこよ、タッチパッドの横のさ、うん、タッチパッドは指でこうやって動かせるやつの横のさ、うんうん、スペースっていうのかな、手置きスペースみたいなところにさ、うん、ショートケーキ乗せて食ってたやん。ワイルドだろーみたいな感じで食ってたやんか。うん、パソコンの上にケーキ乗せて食べちゃうんだよ、ワイルドだろーみたいにして食ってたけどさ、うん、それと同じ感じを受けたんやけど、なんで炊飯器を床の上で使ってんのかなと思って、思わん、言われたらそう、そう言われたらそう思わん、なんでこの人炊飯器を床で使ってんやろと思って、テーブルないのと思って、だからその辺がやっぱりワイルドだろう、やっぱりワイルド彩香やから。確かに思う、そう聞いたらどう思うでしょう、うん、なんかそう聞いたら確かに、うん、ああでも勝手に撮影のためなのかなとも思ってたけど、言われてみれば確かに、撮影するにしてもよ別に、そっか下じゃなくていいか、テーブルでよくね、なんか、なんかワンコが今日ワンコがこうやって見てる感じが出したかったのかな、あわからないです、あの一回逃げたワンコ、なんかそのワンコがこう何してんのかなっていう感じを出したくてやってんやったらもう分からんでもないから、そこまで文句言うつもりはないけど、もう勝手やからね別に、炊飯器を床の上で使うのもいいんやけど、なんかそのなんかパソコンケーキのことを思い出すとなんか別その辺やっぱぶっ飛んでそうやから、うんうん、あって感じかな、うん、あとあれかな、何ですか、なんかなジムに行って、うんうん、どんだけ成長したかみたいな話で、なんか画像をストックするの忘れてしまって、どこに行ったか分からないなって思ってさ、うんうん、何やったっけ、ん何ですか、ベンチプレスが15キロ10回できるようになったって言ってたんか、17キロやったかな、 17.5 キロやったかなとか言ってたわ。それだけない、まあ、女の人ってそんなもんなんかなと思って、どうなんかねっていう感じなんですけど、そんなもんでよろしい、女ベンチプレスとかしひんの、弟子は、弟子しないです、筋トレせえのか、そのなんていうんですか、フリーじゃなくて、あマシーンな、マシーンでやってます、もうちょっと慣れたら、うん、フリーでやろうかなと思うんですけど、は、うん、だって破壊神だからさ、あえ破壊神やったらマシーンのが壊すやろ、あいや、そのマシーンだったら何て言うんですか、こうやったらいいですよって教えてもらったのをやってれば、うん、いいんですけど、フリーだとなんかわけわからずこう振り回してどっか壊しそうだな、振り回しはせえへんやろ、そんな、あとは何て言うんですか、フリーをやってる人たちのオーラが怖くて、そのゾーンに近寄れない、女性専用スペースとかないの、私が行ってるとこなくて、ないのか、ほらちょっときついな、うん、もう確かにな、すっごいなんか大きい人たちがやってるの、それはきついわ、うん、俺の行ってるとこは女性スペースがあんねん、あそれなら行きやすい、男がおりゃやってるとこに入ってきにくいわな、確かに、うん、それはわかる、でももうマシンでやっとけば頑張ります、なんか大津さんはなんか15キロか17キロ10回できるようになったとか言ってたけど、なんか女の人の基準がどうなのかよくわからないので、うんうん、田ぬかながマックス35キロできるようになったって、最高記録それって言ってたから、まあでもそれはマックスだからな、多分大津さんもその数字でいくとマックス35キロぐらいいけるかもしれんけどな、まあ、そんな感じですよ、まあただ思うのが、はい、まあ、俺はあんまり思わへんねんけど、なんか、ま、いろんな人の動画見てると、そんなジム行く金があったら債権者に返せっていう意見もあんねんけど、まあそれは確かにそうやなっていう気もしますね。以上です、はーい。日本で一番嫌う